お疲れ様です。源健太郎です。今日は、久しぶりにって感じかな、ツイッターでいただいたご質問のお話をしたいと思います。今日の質問は、グループやアイドル個人の担当カラーはどうやって決めているのでしょうか。以前に、僕のうちのね、事務所のアイドルさんは、まあそのグループをやりたいっていうのをね、まあ一つだけなんかお願いをしたんだけど、それがまあ指定のカラーを言ったっていうような話が聞きましたと。で、そのカラーは本人が選んでるのか、それとも運営事務所側が何か意味を持って決めているのか教えていただければと思いますと。その時に、グループカラーへの思い入れや個人のカラーへの思い入れなどがあったらエピソードを含めてよろしくお願いしますという、まあ質問だったんですけど、これどうなんですかね。全然わからへん。全然わからへん。あのね、まあ変なしさ、今僕がやってるグループはそのグループ名自体が色じゃないですか。で、色コンセプトのグループ作ろうと思ってもともと作ったんで、まあその色はまあ使えないなっていうのはまあ最初からあったんですね。だからちょっと赤担当っていうかね、作れないなと思ったんですよね、グループのカラーだから。なんでまあこうメンバーを決めるときに、まあ好きな色ある、好きな色あったらそれ早もん勝ちやから取ってええでってみたいな感じでしたかね。だからね、実際ね、大体そんな感じなんじゃないですか。なんかやっぱ例えばさ、まあももクロでさ、例えばまあその5人時代はね、赤の桃田さんがセンターだったじゃないですか。まあ要は戦隊もののカラーリングで言うと、やっぱ赤がセンターでリーダーでっていうのがあって、例えばそのグループでも絶対的にこの子がセンターだと、でセンターはその赤がいいと思うプロデューサーさんとかがいたら、まあ、おそらくその子は赤にしてとか、でじゃあこの子は例えばちょっと女の子っぽい色でピンクだとかさ、そういうね、なんか決め方とかもしかしたらするのかもしれないですけど、まあ僕はまあ別に今のグループに関してはなんかそんな感じで決めてないしっていう感じですかね。そうだ、そういうメイドカフェとかで過ごした時のそのいわゆるグループの子たちもこう、まあ、変な話、後から入る女の子とかはさ、やっぱ残っている色がないとさ、だから自分は何色が好きだとか、例えば好きな色があったとしても、その色のメンバーの子が他にいたら別の色にするしかないじゃないですか。だからそんなになんかそれぐらいじゃないですかね。でやっぱ色ってさ、まあこう何て言うんでしょう、住めば都みたいな感じかわかんないけど、基本的にはこう自分がその色の担当だと思えば、なんとなくその色が好きになっていくみたいなものはあると思いますよ。だからまあ例えばこの色がいいなというのが、まあ、あったとしても、別にそうじゃなきゃダメっていうこだわりはまあなんか別にそんなに必要なこだわりでもないと思うし、だから僕の立場からしたらまあもう早もん勝ちで52っていう感じかな。でむしろ結構ね、アイドルやる子で多いのは決めてくださいっていう子も多いっすよ。だから、僕も今まで仕事の経験上ね、それで決めてくださいって言うと、じゃあ何色かなみたいな、こうはっきりと分からないけど、なんとなくでこう決めてあげたりとか、そういう子も全然いましたし、だからその辺はね、なんかアイドルの子次第なのかなって感じですよね。だから僕なんか今赤がこうチームカラーのグループやってるから、まあベタですけど、結構身の回りのものとかこう物買う時にこうなんか何色か色があったら、なるべく赤いものを買おうかなと思ったりはしてるんですよね。なんでただ今僕こうスマホに
で iPhone につけてるカバーも赤いカバーつけてるし、もうそれ去年からか、前のスマホの時からそうだし、こう、まあ、普段こうあのゲームとかするときにつけるイヤホンとかも赤いやつだったりとか、うん、結構ね普段から赤いものをこう、もうそれはそのグループ始める前と比べたら、うん、全然買うようになったね、うん、だからもしピンクのなんとかってグループだったら多分ピンクのもの買ってたんだろうし、うん、だからその辺はなんかやっぱ愛着なんじゃないですかね、うん、そうだからまあ、うん、あんまり俺はそんなにこだわりないよこだわりないよ、この色がいいとかいたらその色にしてあげようかなと、まあ単純に思うし、でもそれすでに誰かがその色を持ってたらまあしゃあないなと思うし、うん、でも別にだから色をなんかじゃあそういったら入れで、なんか奪い合おう、奪い合うイベントやろうかとかって奪い合ったらいいしさ、で負けたら諦めろっていう話だしさ、自分がこの色がいいとかってね、うん、もし言って、うん、ただそれだけじゃないかなと思います。ただねちょっとまあその、うん、なんかこうアイドルの子たちのこだわりっていう、さっきちょっと言ったけど、こうアイドルやる子で、まあこれは別に全部の人がそうってわけじゃないからないんだけど、うん、こうタレントとかアイドルみたいな仕事する子で、結構才能発揮しやすい子ってそんなこだわりがない子みたいな、別に色とかそういうのじゃなくて、ね、実際こう、やっていく上でさ、アイドルって例えば着る服だったり、そう色以外でもね、着る服だったりさ、そのね、ステージの上で言う言葉だったりさ、歌う歌の歌詞だったりメロディーだったり、その音楽の、ね、種類だったり、こうやっぱりある程度のこうそのグループらしさみたいなものの中のこう一人としてアイドルってやるじゃないですか。でそうなった時にそのやっぱりね、私はこういう音楽のグループがやりたいとか、こういう服着るグループがやりたいとか、うん、そういうあのなんか私はこれがいいみたいなものを追い求めてやると、この世界は結構才能を発揮できなかったりするよね、うん、でそれなぜかっていうと、あくまでその人の魅力とか才能っていうのはやっぱ主観的なものじゃなくて客観的なものでしかこの世界は評価されないし、でその評価がされないとやってて当然嬉しくないじゃないですか、うん、なんで基本的には自分のこだわりよりも、さっき言ったように僕がさっき言った最初にね、意外と何色がいいですかとか何色似合いますかって聞いてくる子が多いって言ったんですけど、やっぱそういう人に私は何が似合うんだろうとか、うん、私どんなんやったら可愛いですかねとかって聞ける子が やっぱ魅力的になったりとか、まあ、すぐじゃなくても、うん、しばらく頑張ってやってたら魅力がね開花するというか花開くような感じは思います、うん、だからやっぱこういう僕なんかは一応プロデューサーっていう立場でさ仕事をしていますし、ね、結局こうグループの一応ベースとなる部分は僕が決めて今やっぱグループやってますし、まあ、変な話、僕のね今のこういう事務所だったりこういう仕事のベースはまあ僕は自分でほとんどいろんなこと決めなきゃいけないからさ、自分でグループやってますけど、うん、だからね、なんて言うんだろう、そこがそれがいいって例えば僕のところに寄ってくる人よりも、もし言ったら僕が、うん、あなた俺と一緒にやるのが向いてると思うよって思う子と仕事した方が結構うまくいきやすいというかね、感じする。だから今のメンバーなんかどっちかというとそういう感じでさ、うん、そんな感じなんですよ。この子みたいな雰囲気の子が俺が今から作るグループに欲しいって思った子だから、うん、ね、だからそれがさ別にやってる本人たちがさ音楽のジャンル的に好みだったらどうかわからないし、ね、今どうかわかんないんだけど、でも結果今まあ結構生き生きと あの2人はやってたりするから、うん、だからそれは多分僕がこうね、これが似合うよと、こういうことをやることして
こういてほしいっていうことを多分2人は理解してくれてるんだろうなと。で だからまあ生き生きしてるんだろうなと。だからそれがね、だから下手したらそういう色とかそういうのはまあ変、まあ、そんなにどうってことないというかさ、だからうちよりも、うん、そんなにさ大きな要素じゃなくてさ、もっともっと根本的なアイドルとしてのこうね人生の選択肢みたいな部分でこう人の言うこと、自分を選んでくれた人を信じるっていうその気持ち、うん、その気持ちをやっぱ持つことがこの世界は一番やっぱ人から信用もされるし、最終的には、うん、自分のなりたい自分になれたりとか自分のやりたいことができたりとかっていうのにつながるんじゃないかなと思いますけどね。あ、まあちょっと色の話からちょっと違った話になっちゃったかもしれないですけど、うん、なんで、うん、そうあんまりね、まあ色ぐらいならそんなと大したあれだけどさ、あまりにいろんなことにこう私はこうじゃなきゃこうじゃなきゃと思ってる子は、まあ、多分この世界には向いてないだろうなと思います、うん、あくまで、ね、評価をするのはそういう、ね、客観的に自分を見るお客さんだし、ね、あとそれをマネジメントするこうスタッフの人だし、うん、この世界は自分が商品になる以上主観的な自分の好みよりも客観的に自分は何がどんな自分がお金になるんだっていう、まあ言ったら魅力なんだっていうことを、まあより若くして気づいてる子が、まあ多分勝てるんだろうなと、うん、いうような気がします。というわけで、今日のお話はこの辺りで、お疲れ様でした。